はい、お疲れ様です。今日は人からどう思われるかが気になるを直す方法か。これ難しいで本当はまあ実は本当これまあ難しいというか、もう経験でしかないんですけど、まあ一個一個いこうか。ちょっと最初に話が長いっていつも叩かれるで、いきましょうか。まあ目次、まずコメントか、コメント説明欄に目次リンクがありますって。あのスマホでは説明欄は使えないんですよ。コメント欄に目次が貼ってあるんで、まあ多分それやってあると思うんで、あのこれ上げた時にね、あのこれで飛べるようになってるんで、あの最後とね、でそれちょっと ぜひ使ってください。であとまあチャンネル登録か、チャンネル登録いいね。まあこれ毎回言うんですけど、あの結局チャンネル登録とかなんかさ、これぐらいの俺ぐらいの年になるとなかなかチャンネル登録でできないじゃないですか。なんであのまあなかなかやり登録するのとか恥ずかしいっていう思いもあると思うんですけど、あのチャンネル登録とそのいいねって誰がやったかって本当わかんないんですよ。だからあのぜひあの本当にいいなと思ったら、まあいいねをしてくれるとなんかテンション上がるでしょ。でこの間本当にブワーってなんかね爆上げした30万回以上再生してるやつ、あれが言ったでね、なんかもうその時にもうやめようかなっていう解説を入れておるんですけど、本当にやめようかなと思ったんですよ。なぜかねあれ一個バーンっていって、まあ、その後また不発が続いておるんでなんだろうなと思うんですけど、じゃあまず本題いこうか。小さな燃えるを作ると本当の正解が何か考える。で私の実体験っていろいろ話すんですけど、まあ、本当にさ難しい。人からの評価とかね、人にどう思われるかって本当に難しいと思うんですけど、あのなんかね、まあちょっと行こうか。1番じゃあ小さな燃えるか。小さな燃えるを作る、まあ、一郎ですらあまり先を考えないって、あのこれはまあね自分の言葉じゃないんだけど、あの一郎がさ、まあ、俺この人すごいなと思ったのがさ、あんなさ、まあ、世界一でしょ、世界一になったような人間が、そのなんかみんなね、まあ、いろんな人がもうその10年後の目標が高すぎると、で1年後の目標も高すぎる、で明日の目標すら高い、うん、何言っとんのこいつって思うでしょ。ここまではで最後に言ったのがその今日の目標が低すぎる、一郎が言ったのがね、うん、あこれ本当にそうだなと思うんですけど、なんかあんまりさ俺は10年後こうなりたいああなりたいとかさ、まあ、言ってるやついっぱいあるでしょ。まあ、自分もなんかここにあのキュンってなると思うわ。アンチに並んでねガーって絡んでねいや俺もそうなんですよ。いつもこれ本当にその言葉を思い出して、俺従業員にもこれよく言うんですけど、一郎の言葉をね。だけどまあ俺も本当凡人だもんで、まあ、よくねキューンってなるけど、その言葉聞くと、あまあきつい言い方すると本当にそうなのよ。なんか今日の自分に勝つっていうのが、まあ、本当一番難しいので、誰からもやっぱり評判とかいろんなこと気にするっていうのはさ、もうまさにその典型だよね。今日なんか出しゃばったことして出る釘が打たれるとかもさ、いろんな言葉があるけどさ、今日出しゃばってね、なんかクソ真面目に仕事したらなんかバカにされるんじゃねえかとかさ、うん、今日もう一個じゃ あのね事務所一個片付けていこうとか現場きれいにしていこうって思った時にさ、ちょ燃えってお前みたいな、うん、その余計なことすんなって言われるじゃん。俺も若い時、まあ、そういう経験もあったから、うん、わかるけど、だけどまあまず今日の自分にはまあ最低でも勝とうみたいな、うん、まあこれ大事だなと思うんですけどね俺は、うん、そうするとなんか気にならなくなってくると思うんだけどな、毎日その俺もその本当になんか偉そうに喋るけど、まあ、別に勝てない、本当に勝てない、もう なんちゅうの1勝2敗ぐらい、うん、まあまあ その数もよくわからんけど、うん、まああんまりここばっかり長くなっちゃうとあれですけど、あストップチューバーさんのせいだな、うん、あもういやここで5分いっちゃった申し訳ないね。でなりたい自分よりもなりたくない自分、うん、これ結構重要だと思うんですけど、まあこの一郎の言葉のその今日に勝とうっていうのとよく似とると思うんですけど、そのなんちゅうかな、俺はこうなりたいああなりたいお金持ちになりたいね、100人の部下が欲しいね、仕事がめっちゃできる人になりたいよりも、なんかそういうのってあんまりねなかなかエネルギーが出てこないけど、そのなりたくない自分、うん、例えばなんか
今日なんかさ人に言われたら、あ、はい、すいませんみたいなさ、間違ってることなのにはいっていうのってダサいじゃん。だからなりたくない自分とかさ、やりたくないこと、まあ、よく俺これもすっごい人に言うけど、 なんかね、そっちの方がすごい力が強くて、俺もなんか会社やってここまで来れたっていうのは、なんかなりたい自分に なりたくないなって、これになりたくないなと思って、ダサいやつになりたくないなと思って、友達と飲みに行ったらお金も出したいしね、ね、誰かいろんな 人とおってさ、まあお金持ちの人とかお金持ちじゃない人とおってもさ、まあお金持ちの人とおってもさ、いや俺別にお金に興味ないしっていう自分がいながらも、あ、やっぱ負けてるな俺って思っちゃう自分もいるじゃん。だからそういう自分になりたくないから、やっぱ頑張れたっていうのが大きいのかなと思うんで、まあどんな簡単なことでもいいと思う。朝早く起きたくないとかでも、俺よく言うんだよ、朝早く起きたくないとか、これ本当にすごいあったって、もうそもそも仕事なんかしたくねえし別にってよく言うんだけど、社員もね。だけどな、ね、みんなが一生懸命働いとんのに、うん、自分で家でぼーっと寝とるとかさ、うん、そんな自分にはなりたくないから、俺は一生懸命やってるだけで、これをね、うん、だから、うん、なんかこれよりも これを見つけた方が俺は早いんかな。そうなるとだんだんなんか人の言うことよりもやっぱ自分の中の声にね、耳傾けれるようになってくるから、俺はもうこういう人間にはなりたくないんだっていうのが、うん、俺はあるかな。今でもそのね、何個もあるけど、もっとこういう自分嫌だな、こういう自分を消していきたいな、もっとこういう自分に、ね、負けたくないなっていうのがあるんで、うん、あとはつまんないものの中にも一つくらいはあって、あ、まあこれちょっと難しいこと書くけど、なんちゅうんかな、まあなんていうかな、もう仕事つまんないと思うんだ、なんかわかんないけど今やってることで、こういう動画見るってことはなんかね、心になんかちょっと、最近の俺ダセーなみたいな、私ダサいなみたいな感じで見てると思うんですけど、なんちゅうんかな、俺もじゃあ今仕事やってることなんて別に、なんちゅうかな、つまんないことの連続。なんかスポーツと同じじゃん。なんかスポーツってじゃあお金もらってやるわけじゃないでしょ、あれ。なんだったらお金払ってやってるぐらいでしょ。だけどきついことやってるわけじゃん。だから俺も本当に、なんかもうスポーツと同じって、まあこの間もそんな話したんだけど、誰かに。うん、なんか、別に、なんか、じゃあ俺がまあ16で職人さんになってさ、うん、まあ一生懸命ここまでやってきて、まあ最初はきついよね。で多分本当にやりたいことってその1割じゃん、材料あれ持ってこい、これ持ってこいとかさ。でも実際になんかね、物に触らせてもらえるって少ないと思うんだけど、でも今でも俺そう、実際に自分のやりたいことっていうのは、まあ1割もないっていう表現もいかんけど、でもその中になんか良さを見つけていくっていうか、楽しみを見つけていくっていうか、うん、なんかね、スポーツと本当同じだと思う。なんかちょっとでも昨日より早く走れるようになったとかさ、うん、なんかまたこういう喋り方するとアンチがね、こいつバカだなって言いそうだけど、うん、やっぱバカ、俺も何回も言ってるけど、あのバカなんですよ、うん、でバカで別に結構でしょっていう感じもあるし、まあ、アンチが本当に消したっとんで、あの全部映ってないのに一生懸命書いてる、お前らのがバカやとか思うんですけど、まあお前バカだとかさ、お前の話はとか。だけどまあ俺いつも言うように、別に俺は税理士とかさ、労務士とか弁護士でもないから、でも何ちゅうかな、職人の世界が悪いとか結構アンチも書いてあるけど、まあ俺は職人の世界でここまで来たから、別に職人の世界だからどうとか、まあ、別に頭いいなら弁護士になりゃいいんだって、悪口書く前に。うん、頭が、ね、悪いから俺も職人やったしさ、そんでいいわけよ、別に人のことバカにする必要もないし、そのわざわざアンチコメント書く必要もないわけよ。ただそのね、この世界でも一生懸命やら成功できるよって、うん、職人の世界がなんかつまんないとかダセーとか汚ねーとか言う子もおるけど、まあそう思うなら別に入ってこんでいいだけじゃないね。これ多分職人の世界一生懸命やっとる、でもまあ中卒でとかね、あのなんか問題があってこの職人の世界に入って、だけど別にその中からでも成功してる子ってもう5万といるからね、もういくらでもいる、俺はもういくらでも知ってるから、うん、だからね、これがなんかね、誰かの勇気になりゃと思って一生懸命喋っとるけどさ、まあターゲみたいなやつが本当書いてくるもんでさ毎回時間なくなっちゃうな、9分やもう。
本当の正解が何かを考える。あだんまあ本当の正解、まあね、まあ、まずね、これさっきあったあ小さな燃えるを見つけるって、まあ小さな燃えるが本当にあっても本当にさ、まあ、アンチもそうだけど俺もへこむんだけど、アンチもあの何ちゅうかな、本当の正解対局を見るってまあ難しいと思うんですけど、それはだって経験ないからね。で今この動画見てる子たちの人生をさ俺が見てさ、いやそれ合ってるでしょ間違ってるでしょ、俺にすら別に言えないわけよ。ただ俺の経験したことだけは言えるだけでさ、別に一生懸命ね、だから俺一生懸命話してるし、うん、だけど何ちゅうかな、あそうそう、まあ、2番からちょっと言っちゃうけど、自分の正解ともう人の正解なんか違うの。だから俺もなんかこれ本当にすっごい悩んだ。経営者になったからやっぱ経営者っぽくしなあかんって本読んでさ、コンサルタントとかさいろんな本読んで、だけど案外ねちゃんと対人コンサルタントとも喋っても本当にそうだけど、まあいやそうじゃないんじゃないですか、社長はそういう風にしん方がいいんじゃないですかとか言ってくれる人もおるし、だからもう何が正解なんてもうないわけよ。どっちかっていうとなんかもう自分が正解だと思ったことをもう把握しばってもう絶対に話さんと思ってもう振り落とされずにやるしかないだけじゃん。だから俺もこの塗装業界に入ったことがまあ正解か不正解かって言ったら不正解の方が近いかもしれないよね。だから次のステップっていろんなことやってんだけど、別にただもういややった以上負けるかってどこよりもいいものを売るんだってやっぱ一生懸命やるわけじゃん。でその下に働いてる子たちもそうだよね。その社長がそんなしゃがり気になって日本一のいいものを売るって僕らもその関係ないですもんって言うならやめてきゃいいんだもん別にね。だけどそれにあ賛同して、あこの人一生懸命いいもの作りたいんだな、じゃあついてったろうって思う子たちがまあついてきてくれとるだけのことでしょ。だから誰も正解なんかないわけよ。別に俺についていきたいって思ってる子はついてきてくれやええし、俺もそれについてきてくれた子に必死になって答えるわけでしょ。だから、なんかみんな勘違いしてるけど、なんかどっかに正解があるんじゃねえかって思ってるうちはもう飛び出せないと思うんだわ。どんだけ一生懸命毎日働いててもなんか正解があるんじゃねえかなと思ってると人生うまくいかないから、もう何でもいいよ別に本当に。あの犯罪とかじゃなきゃね、まあ俺はもう究極、まあ、こういうこと言ったらちょっとあかんけど、こういうね YouTube で言うことじゃないけど、まあ、犯罪やる人ですら俺は別にその道を一生懸命極めてないんだったら、その俺がとにかく言うことじゃないなってこと、法律上警察とかに捕まるとかそういうことはあると思うんですけど、だけどまあ俺がとにかく言うことじゃないし、俺は別にその人たちのこと何も言わない、別に仲良くもしないしね、付き合ってもないよもちろん、ただ別に俺がなんかごちゃごちゃ言うことでもないし、そうそう、あとはまあどうせ悪口悪口だって俺もこんなこと言いや悪口言われるじゃん、だからこれ動画撮ってても頭クック回るわけ、ほんとアンチコメントもあるから。だけどなんかその人のたちを恐れて、なんか俺が言いたいこと言わんかったらさ、結局じゃあこの YouTube 見てファンになってチャンネル登録してくれた人、いいね押してくれた人たちは俺の嘘の俺が好きになっちゃうわけじゃん。だからこいつバカだなーってさ、本当何言ってるかよく分からんけど、まあ一生懸命商売やっとんだろうなって、ああこいつの言うことまた聞いて元気になったわっていう人たちがまた次見に来てくれやさ、だからそっちの方がいいわけじゃん。変に無理してなんかシューってなってさ、カッコつけてさ、あ僕はこうなんだよねとか言ってて、まあ、次見に来てくれた人たちとそれが10万人集まってしまったら俺そんな不幸なことないでしょ。だから塗装のお客さんでもそうだと思うの、うちの YouTube ってドッキリとかいろんなことやってるからやっぱ賛否両論あると思うんですよ。だけど、まあ、別に賛同してくれてる人もおれば賛同してくれてない人もおるけど、で一番大事なことっていいものを売るじゃん。じゃあね、たけたことやっとったらいいもの売れてないのかって言ったら俺はそうでもないと思ってるし、あの職人が別に俺はバカにされる必要ないと思ってるから、なんか 3K みたいなこと言われるけど、俺はここからね這い上がってここまで来たし、であのチャンスが今でもいくらでも転がってるのは俺は現場だと思ってるから、だからそれにあなんかああこいついいなと思う人たちがまた塗ってくださいって言って、で俺はもう別に気持ちいい人だけ塗ってりゃいいわけじゃん。別になんでこんなやつらに塗らせなあかんのって思う人に別に頼まれる必要もないし、塗装なんかいくらでもおるわけだから、だから他に頼めばいいわけでしょ。まあいかがか年代がなるね。1、2、3番、自分にしか分かん、そうそう、もう最後はね、まあ、ちょっと長なるで、あもう14分だやばい、自分にしか分からないはもう本当にだってもう
俺もこの会社やるって言った時に、そのまあ親友達むっちゃ仲いいんですけど、僕はもう逆にもう狭く広くなんで、狭く深くね、あんまりもうこうやって経営者やっててもあんまり、ま、周りの人と出会うタイプじゃないんで、うん、あの友達とかとも深く付き合うんですけど、まあその何ていうかな、みんなに反対された。それはもう善意の反対、うん、お前やめとけ、会社なんかやる俺器じゃないから、って本当子供だしカーッとなるし、ああだろうこうだろうって、もうそれはもう100個出てきた。俺が経営者やったら失敗するっていうのがね。だけどまあ俺はやったわけよ、うん、だけどここまで来れたっていうのはさ、やっぱ自分にそのじゃあいろんなこと言ってくれるアドバイスをちゃんと冷静に聞き取って、あそれは俺解決できるなって思ってたから、やんが俺我慢できるな、別にね腹立っても我慢できるな、ただ許せんもんが許せんだけでとかね、いろんなことが解決できる。お金は大丈夫なのって、やっぱ親はね心配だからお金大丈夫なのって言うけど、まあ究極いや、こうやって会社やってったらお金はかかんないなって。だって人雇うだけじゃん、職人の世界ってね。バーンって何千万もいる必要でもないし、1000万もいらんしょ別に。何人か雇って事務所と安い、もう事務所すらいらんじゃん究極いや。俺も安い2万円ぐらいのとこ借りて始めたでね、ポロポロの湯もでんようなとこ借りて始めたから。でまあそれも知り合い貸してたんだけど、だから別にリスクないって自分で思ってたから、うん、ああ別にああやめたって、うん、言えるとこからスタートしたから、ただ歯食いしばって一生懸命やっていたでここまで来たけど、今でも思ってる、もういつでもやめれる状態にしか俺はいないって思ってる。いろんなものもいろんな何千万の投資もあるけど今、うん、まあだけどまあそれじゃあパッてやめた時に売ったらいくらになるんだとか、そこまで計算して、まあとにかく、うん、その自分がまあその人から見たらデンジャー危ない危険って見えてるけど、別に俺にとっては、うん、まあ今まで稼いだ金が全部なくなるだけでしょうぐらいにしか思ってないから、でまあ社員に迷惑かけたらあかんよ、うん、そこは行かないようには俺は今もう毎日してるけどね。もうちょっと長なりましたんで、ちょっと自分の実体験いろいろ話そうかなと思ったんですけど、さらっといくと、まあまあでもこっから始めたらいいんじゃないっていうのは、まあ一人仲間作ったら、うん、一人でも応援してくれるやつが俺はもういけるな、どこにでもいける。そうじゃない、親が味方でもいいじゃん、友達が味方でもいいじゃん、一人でね、うん、で誰か一人が応援してくれや頑張れるっていうのと、まあ誰かのためならとか誰にとってもいいことならとか、まあそうそう、結局悪いことって分かんないけどね、自分が信じれる道だったら力ほんと湧いてくるんだよね。あの YouTube もそう、俺も本当になんか毎回毎回悩むけど、でもまあ社員も喜んどるし、でお客さんもね、この見て喜んできてくれる人もいっぱいおるから、だからまあええやってアンチが来てもで、うん、まあ本当にこれ強いかな、もう本当に誰のためにもなら自分のためだったら、うん、もう力なんてなくなっちゃうよね。だってこれ一人でさ、これみんなさりげなく聞いてると思うんですけど、一人で部屋にこもってこれこんなしゃがり気になって喋っておいてね、うん、キモいよねまあまあまああれですけど。4番、小さな成功で力が湧いてくる。まあこれもそうだね、だっていきなり大きいことじゃなくて、もう目の前のこと、まあ、まず今日に勝つ、本当にちっちゃいことに勝って明日も勝とう、うん、今日じゃなかったらもう最初に午前中だけでも勝とう、これだけでもやったろうって、なんか小さなもうなんかコインを積み重ねていくみたいな、うん、なんか子供でもそうでしょ、あのラジオ体操でもシールをなんかいっぱい貼るもんで毎日来れるとか、そのシールの数じゃないけど、いかに細かくして、うん、いろんな俺も壁立ちふさがってくるけど、まあ、大きい壁なんかあんまり考えずに自分の目の前の、うん、本当にちっちゃなことに立ち向かっていけば、うん、絶対に成功できると思うんだけどな。まあそれがその一人親方とか経営者とか従業員とかじゃなくて、まあ、従業員でも成功と、ね、会社員でも成功と、まあ、何でも同じようなもんだ、人としての成功なんて、うん、だから何かちっちゃなものにね勇気を持って、皆さん、またまた長々と喋ってもう20分になってしまいましたが、いいねとまたチャンネル登録だけはお願いします。またね。お願いします。いいねをよろしく。
やいや。